でもなんかね、もうずっとね、2月になる前ぐらいから、何にしようかなっていうのはずっと考えてて、で、なんか欲しいもんあるって聞いても、まあ別にないっていうし、っていうのでね、ちょっと困ってたんだけど、まあとりあえず池袋にね、行ってみようと。まあ絞ってはいます。これかなみたいなやつ。それをちょっとね、池袋に、ゲットしに、行ってきたいと思います。はい、お疲れ様です。レッスンがちょっと終わりまして、練習していきたいと思います。オープン E で今日もやってみようと思います。全然慣れないけどね。はい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 、いきます。待った、ちょっとブラスやめよう。このサイズの薬指に使ってたんですけど、ちっちゃいやつ持ってるんで、今日はこのちっちゃいやつでいきます。むずいな。難しいですね。一旦レギュラーにしてみようかな。コルグのこのチューナーほんとね、最悪。これすぐ電池切れるし、もう電池切れ始まったらもうチューニング全然合わないから、光ってるくせに。もう最悪これ、電池の持ちが悪すぎる。ひどいこれ。まあいいや、ちょっとね、小指で、小指は難しいか、やっぱ。ちょっともう一回レギュラーでいきます。はっきり分かんないけど、まあ大してね、練習してないから、人差し指だけでやるっていうのはあんまり自分には合ってないような気がしてきました。中指も使った方が良さそうな感じで、ちっちゃいやつはね、軽いから小回りが効いていいんだけど、そんなに弾きやすいかっていうとそうじゃない気がしてきたな。もう一個のやつで試してみるか。これもかなりでかい。ちょっと一番でかいやつでもう一回やってみます。全然10分どころじゃないけど、これちょっと気になっちゃってるから今。なるほど。難しいのに変わりはないんだが、重たいんですよ、これ。重たい方が、なんとなくね、なんか粘っこくなって、そのまままだ弾きやすいような気がするな。なんか、重たいのは重たくていいから、もうちょいちっちゃいやつないかな。これもう、だって、ここまでいっちゃうんだもん、余裕で。全然これじゃもう小指とかはもう、無理じゃん。まあいいや。いろいろ、難しいですね。じゃあね、今日はね、これから、池袋に、行ってこようと思っております。っていうのはですね、ですね、まあ彼女がですね、誕生日が近いんですよ。14日なんですよ。で、今日12なんですよ。だからね、プレゼントを用意しようと思う。何するかすごい悩んでるんですけど、で、なんか欲しいもんあるって聞いても、まあ別にないっていうし、っていうのでね、ちょっと困ってたんだけど、まあ絞ってはいます。これかなみたいなやつ。池袋に行ってきたいと思います。移動します。
よろしければこの保証書もご一緒に包みいたしましょうか。あ、お願いします。はい、ありがとうございます。では包装融資の方こちらから無料で選びいただけますが。なるほど、んじゃあこれにしようかな。はい、7番ですね。はい、シール通常用が誕生日、あ、誕生日用にお願いします。はい、かしこまりました。では順番でご案内いたしますので、はい、大体5分から10分ほど、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあこれです。こちら誕生日用一点ですね。はい、ありがとうございます。私も一緒に包みいたしましたので。はい、ありがとうございます。どうも。はい、戻ってきました。これプレステ4です。ギフトラップしてもらいました、誕生日の。あー重たい。これ喜ぶでしょ絶対。合ってるよねこれ。大丈夫だよね。いや、なんかね、ゲーム結構昔はやってる人だったみたいで、でね、結構ね、ゲーム実況のチャンネルとかを結構見てるんですよ。多分ゲームやりたいんだろうなと思ってプレステ4を買いました。これ合ってるでしょさすがに。これは喜んでくれるんじゃない。いやー大変だった、結構重たいのね。まあ、ちょっと作業して、で後でまたジム行ってこようかなと思います。寒。昨日もねこんな感じの下りありましたけど、ジムに行ってこようと思います。明日の動画も無事編集が終わりまして、アップの予約をしてきました。でもね、帰ってもねまだやることあるんですよ。だから一旦ね、気分転換がてらにジムに行ってきたいと思います。頑張って1時間ぐらい走ってこよう。でね、また新しい海外ドラマをね見つけましたよ、ネットフリックスで。でもね、1話しかまだ見てないんだけど、ちょっと微妙かなみたいな。また宇宙ものなんですけどね、ちょっと微妙かなみたいな。まあまあ、とりあえずね、今日は2話を見て様子見ますけど。じゃあ行ってきます。お疲れ様です。ジムから戻ってきましてね、寝る前に、まだ実はやらなきゃいけないことがございます。実はですね、明日テイロックの教室のね、まあ、新年会セッションというか、まあ、新年会飲み会みたいなやつがまた渋谷のノブさんで行われます。でね、まあ、ケイちゃんのそのボーカルの生徒さんとかが結構来る予定なんですけども、そのセッションでやる、まあ、ボーカルの生徒さんが歌いたいっていう曲が何曲かありまして、でその譜面をね作ってから寝ようということでございます。これはでもケイちゃんやっといてくれてもよかったんじゃないのかな。ケイちゃん見てますか。ケイちゃん、これはケイちゃんがやっといてもよかったんじゃないのかな。はい、ケイちゃんも忙しいんでしょう。じゃあ譜面を作ってから寝ます。あ、そう、走ってる時にね、今見てるやつなんですけど、ネットフリックスのナイトフライヤーみたいなやつだったかな。ちょっと待って、一旦それ確認させて。はい、ナイトフライヤーですね。未来の話なんだけど、宇宙ステーションみたいなところでなんかトラブルが起きてるっぽいんですね。でまだ、まあ、今日2話見てきたんだけど、若干ホラーっぽい要素が今んとこちらついてるんですよ。 SF っていうよりも、まあ SF なんだけど、若干ホラーっぽい要素がねちらついてて、その感じはねそんなに好きじゃないかなみたいな。あのウォーキングデッドみたいなホラーはいいんだけど、あれもすぐ慣れるから。引き続き見ていこうと思いますけど、もうね、ここから話し始めるともう後々編集大変だから、今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。また明日。